はい、酒好きな、元新潟人の飲酒動画です。こちらは今日も、ミノオビール、WIPA です。ダブル IPA か。麦芽 100%、生ビールです。原材料が麦芽とホップ。アルコール度数がなんと 9%。容量が 330ml。製造者が AJI ビア株式会社。ミノブリュワリー。大阪府のミノー市の会社です。賞味期限がね、製造日よりたったの90日しかないという。すごいですね。すごいですね。3ヶ月しか持たない。すげえな。それで。ギリギリいっぱい。満タン。ぴったんこ。ぴったんこやね。WIPA。何が違う？なんだ。それじゃあ、いただきます。乾杯。うわ、すげえ！逃げ上に。にが。すげえ香り。香りと苦さ、パネーこれ。うわ、すげえ。うほ。こちらもですね、購入したのは、どこだっけ？成城石っていうスーパーマーケットですね。結構有名なところでございますが。WIPA。原料を贅沢に使用した 9% のストロングエールです。うん、柑橘系ですね。柑橘系、の、香りと、苦味と、で、さらに、すげえ、パンチが来る。ブワーンって。なんか、飲んだ瞬間に、うわーって。すごい。これほどパンチの効いた、ビール、未だに飲んだことない。初めて飲んだ。すべてが、香りが、もうマックス。苦味もマックスで、いきなりこう、すげえ、先手必勝のスーパー、アッパーじゃないけど、右ストレート、ボッカーンみたいな。食らった、ルフィの、いきなり開幕、戦闘開幕に、ゴムゴムの、バズーカ、バギャーンみたいな。を、いきなりこう、ボッカーンって食らったような、恐ろしい、凄まじパンチを、が、ドワーンって食る。すごい。俺、何が起こったか、一瞬なんかわからないぐらいの、パニックレベルです。そして、通常の 2.5 倍のモルトとホップで仕込んだアルコール 9% のストロングエールです。しっかりとした苦味とふんだんに使用したカスケードホップのアロマ、濃厚なモルトのフレーバーをバランス、フレーバーのバランスを楽しんでもらえるビールです。香りが柑橘系ホップ。
味がモルティでしっかりした苦味。こちらも5つ星評価が書いてあります。コクが4つ星、キレが2つ星、苦味が5つ星、喉越しが2つ星、香りが5つ星。そしてなんと驚きの値段が、こちら税込み594円でございます。約600円。高っ。普通に考えてみ、生ビール180円。普通の。これ3倍やで、値段。3倍どころちゃうで。3.5 倍はある、値段。うん。普通の、スーパードライの。3.5 倍はある。だって 330ml や。普通のやつ 350ml、20ml 多いはずやねんけど。それで180円ぐらいと仮定すると、これは3倍、3.5 倍やな。すげえ、これ。これ喉で飲むもんじゃねえ。喉で飲むもんじゃないっていうか。これ、ちびちびね、ビールは喉で飲むもんだとか言うでしょ。あれはね、個人的にアウト。あれはね、あくまでもピルスナーを飲む上での飲み方なんですよ。賛同してくれる方がいるかどうかわかりませんけど。じゃああなた、スタウトとかね、ペールエール。いわゆるピルスナー以外のね、上面発酵ビールとかをね、喉で飲むんだって言う人ね、それは、ちょっと、個人的にそれはないなってなる。なんでかっていうと、喉で飲むもんじゃないんですよね。そもそも人間の喉っていうのは味の感じっていうか、そもそも味蕾がないので、味を感じることがないんです。うん。じゃあね、ペールエールとかは、主に喉越しを重視してないですから、これもね、エールですけども、炭酸弱いんです。超微炭酸。うん。なんですが、ものすごい、舌で味わうべきやね。こういうのはね、スタウトとか。スタウト、ペールエール。その他、スタウト、ペールエール。あと、シュバルツとか、あと、白ビール、シュバルツが白ビールやったっけ？あれ？違うの。シュバルツ、白ビール。いわゆる黒ビール、白ビール。と、エール系。これはね、喉で飲むもんじゃないんですよ。あくまで喉で飲んでいいのは、キリン一番搾りとか、スーパードライとか、ね。あれ、日本で売ってる、缶で売ってる、日本のジャパニーズ、ピルスナーです。たまーにね、いるんです。ちびちび飲んでないんでね、喉で飲めとかね、言う人いるんですけど。それ以前に、これ600円もしますから、一気に飲んで、もったいない。しかもね、一気に飲むとね、これね、いろいろ刺激が半端ない。ちょびっと飲んでると、だいぶね、苦味がすっげー強いので、これはすごい、ビールですね。本当に苦味が強い。もう喉のあたりまでね、苦味がね、
伝わってくるんですよね。すげえなこれ。ここまでパンチの効いたビール初めて飲んだね。すごい。こちらが受賞歴さすがにあるやろ、これは。で、2013年こちらがですね、ワールドビールアワーズのワールドビール、ん?ワールドズ、ベストインペリアル IPA において金賞の賞をいただいております、こちら。いただいておりますっていうのもあれだけど。俺、そのあれじゃないから。関係ないから。この会社の人間じゃねえから。そして2012年に、箕面市で市長に表彰されてるという。すげえな。てか結構ね、あるんですよ。受賞歴、この会社ね。やっぱそれだけ有名なんやろな。うん。だから大阪でここまで、ビール、有名な会社ないですよ。会社っつうかね。うん。WIPA すげえな、これ。すげえ。箕面ビールは、大阪府の北部、北摂かなと呼ばれる地域に位置する、箕面市は自然の宝庫で、観光名所も数多くある魅力にあふれた町です。日本の滝100選にも選ばれている、箕面大滝や、秋に多くの人々を魅了する紅葉などが特に有名で、それらを抱える明治の森、箕面国定公園のほど近くで、箕面ビールは作られています。また、箕面は、野生のお猿も有名で、ちょっとやんちゃなお猿たちが、箕面を訪れた方々を歓迎してくれます。そんな豊かな自然の中で生まれた箕面ビールは、すべてのビールが無ろ過、非加熱処理のビールとなっております。酵母をろ過せずにそのまま、瓶詰めすることで、より豊かな味わいが得られるだけでなく、健康、美容面でも優れたビールなのです。どうぞ本来のビールをお楽しみくださいませ。あ、無ろ過なんや、これ。最近だって無ろ過のビール飲んだけどさ。うん。なんだっけ。最近、動画撮ったけど、コンビニで売ってたやつね。やっぱ、無ろ過と、非加熱処理っていう、まあ、いわゆる生ビールですよね。うん、やっぱね、当然だから、それだからこそ、賞味期限がたった3ヶ月しかないっていうのも多分そうだろうし、なるほどね。いやでもこれちょっとあれやで。すごいね。これ多分今のところスタウト、前回スタウト飲んだんですけど、こちらのね、箕面ビールのスタウトね。すごいね。これ、スタウトのね、10倍ぐらいね、パンチ効いてるもん。恐ろしいの。ちなみにこちらがですね、定番ビールっていうか、売ってる商品というのが、
この WIPA が一番高いです。594円。同じ一番、全部、容量は、同じこういうビールで、瓶のやつなんですけど、330ml。で、その他に俺が以前飲んだスタウトと、ピルスナーとペールエールとバイゼン。全部で5種類売ってるみたいですね。こちら。おそらく5種類。まあ他にもなんかあるみたいですが、一応定番ビールっていうのは、この5種類が一番その定番と。あ、他にもありますね。確かに。限定醸造商品っていうのもあるみたいです。お猿シリーズ。ボス猿 IPA。ご猿 IPA。お猿 IPA。一本酢。なんでポン酢が売ってんの？カベルネ。だって。だとよ。まあでも、一般的にこれは、まあ、指名ビールじゃん。どうしても指名ビールって言ってしまう。この。ミノービールね。これはすごいなぁ。本当に一気飲みすると、頭がパニックになりそうな、レベルの、すごいですね。すごい。とにかくすごい、パンチが効いてる。すげえな。すごい。もうちょびちょび飲んでるだけでも、本当に、恐ろしいほどのパンチ力があって、すっげえな。これは、ぜひ飲んでもらいたいですね、これは。正直パンチが強すぎて、この会社従業員たった10名なの？男、女、え？ 3、6、7、あれ？あ、腰つべにて書いてあるみたい。10人しかいないらしいですよ、これ。マジで？うっそ。ほんとかよ。地ビールのはっきり言って最高峰レベルのこれ、あれですよ。それがたった従業員たった10名、嘘だろ。さすがに嘘やで。しかも、嘘やろ。たった10人でできると思えへん。すげえ、とにかくすげえ。これをみんなに飲んでほしいね。このパンチ力。俺もいろいろね、ビールは飲んできましたけど、はっきり言ってここまでパンチ力のあるビールは未だに飲んだことありませんよ。うん。本当に。
これはあれですね。嘘偽りはありませんね。これは本当すごいですね。うん。そもそも IPA っていうのは何なのかっていうの。俺もよくわからない。ちょっとググりますけど。IPA とは何なのか。個性の強いビール、IPA の特徴。あ、インディアペールエールか。確かにインディアペールエールだ、あれだ。個性強いですね。俺以前、確か飲みましたよね。インディアペールエールね。うん。IPA は略してインディアペールエール。パンチの効いたビールが飲みたいというユーザーから愛されているインディアペールエール。通称 IPA。これだって、普通でも最近飲んだのあれです。インドの青鬼とか。インドの青鬼、あれが有名な IPA ですね。で、あとサントリーの IPA っていうクラフトセレクトシリーズの IPA は飲みましたが、確かにどちらも強い。非常に強い。ですね。うん。確かに。確かに強い。で、あと、ベレットのエクストラ IPA っていうやつも飲みました。こちらも飲みましたが、確かに、総じて IPA はものすごいパンチがある。だがしかし、これはね、WIPA ですから。パンチ力が2倍ぐらい違います。飲んでみ？これマジで。びっくりするから、ダブル IPA って。すげえ。マジでこれはすごいな。これは、すごいな。コク。コクって言っていいのかわかんないけど、まあ、舌に残る感じっていうのはかなりあるんで、でもまあ、あれだな。そんなに、重いっていうわけでもないんで、まあ一応、四つ星ぐらいにしといて。当然甘みはありません。で、香りは、五つ星。にして、これはまあ、やはり、4155。これはぜひ飲んでもらいたいですね。ご視聴ありがとうございました。